いいわ、手伝ってあげる。今回だけね。少年は上に進みました。あなたはどうなさいますか？試験を行いますか？どうして私じゃないんですか？塔を登るのをずっと夢見てたのは私なのに、どうして私じゃなくて夜が選ばれたんですか？夜のせいですよね。あの子のせいで私が選ばれなかったんですよね。全部終わり。私から全てを奪っていった。そこまで言うのでしたら、お嬢さん、私と取引をしませんか？取引？私のお願いを聞いてくだされば、あなたをこの物語の主人公にして差し上げましょう。ところでさ、俺たちって試験通過したのか？いや、俺はただあいつが死んだのは残念だけどさ、俺たちは次に進まないとだろ？死んだだと？お前から殺してやろうか？だってあんなところで落ちたのに生きてるわけないだろ。死んだから死んだって言っただけだ。質問がある。残った選別者たちは試験に通過したのか？はい、皆さんは全員次の回に進む資格を手に入れました。でもヨルとラヘルの二人での帰還が合格条件だったはずじゃん。本来ならそうですが、ヨルさんが管理人様との契約の際、特別にお願いしたそうです。もし自分が命を落とすことになって試験が成功しなくても、皆さんを次の回に進めるようにしてくれと。待てよ、それってつまり。非常に残念ですが、ヨルさんは死にました。試験場から水が抜けた後に調査が行われましたが、何も発見されなかったようです。残念ですが、ヨルさんが生きている可能性はないと思われます。
おめでとう。これで晴れてこの物語の主人公よ。一つ聞いてもいい？ここまでして星が見たい理由は何？夜が怖いから。じゃあ次は、星を失った夜に会いに行くとしましょうか。次の回に進む準備はできましたか？お別れの時間が来たようですね。卒業記念の指輪は各自大切にしてくださいね。これからの皆さんの旅路が幸せであふれることをお祈りしています。
心配には及びません。手続き上何の問題も見つからないはずですから。ザハード家は間違いなくあの少年が死んだと信じているでしょう。少年は道案内が迎えに行ってる頃でしょう。なんてざまなの。裏切られた気分はどう？よくわかりません。この感情が何なのかよくわからなくて。わからなくちゃいけないのに、どうしてラヘルが僕を裏切ったのか。私が教えてあげる。ついてきて。塔を登りましょう。私たちが望んでるものは全てこの上にあるから。